があってあそこに行けばなんとなく情報を得られたっていうのが、要はそういう人を介して人のネットワークを介して情報を得ていく時代になったわけです。でそのノマド的な生き方に重要なのはやっぱり人々との信頼感なんじゃないかなと思ったんですね。だから信頼関係性をどうやって、繋いでいくかっていう、でそこをネットワークした人が新しい働き方を獲得し、そういう人がいっぱいいる場に人は集まっていく。まあ今ねやっぱりコロナっていう時代でみんな不安になってますよね。で人と人との距離感がこう場の帰属意識がなくなっちゃうんで、ね、ちょっとずつ離れていく中の不安感というのがあると思います。ただやっぱりこのウイルスとの戦いっていうのはもう歴史上ねずっとペストから何から何まであって、それをやっぱり人類がどう乗り越えてきたのか、歴史にまた新しいステージを今与えられているんですよね。でそうなった時に我々設計とかデザインをする側っていうのは、2つ重要なのはやっぱり公衆衛生上にどうしなきゃいけないのかって話と、もう一つ不要不急だけど必要なものの価値みたいなのが洗い出しみたいな。で今不要不急で一気にこうみんな自粛自粛ってなった時に、でも個人個人必要な価値観っていうのは洗い出されてるわけです。例えば人が亡くなっても会えない、であれ不要不急だから会わなくていいって、なんかどう考えても僕は納得できないんですよね。なんかやっぱりそういうのだったり、人にとっては音楽かもしれないですね。で今は確かにそういう状況だけど、もう一回個人個人が不要不急で必要じゃないって言われても、自分が生きるために必要なものって何なんだろうっていうことを真剣に考えるきっかけなんじゃないかなと。だから3つあるんですよ、不要不急と不要不急じゃないものと不要不急だけど必要なもの。でこの3つ目の概念っていうのが、実は集まる意味って何なのとか、コミュニティって何なのっていうことをこう浮かび合わせるきっかけになるはずなので、個人個人がそれを見つけなきゃいけないなって。今までは 場の帰属意識でそんな考えなくてもよかったんだけど、それを考えなきゃいけない時代になってた。そうすると自分の人生を見直すきっかけになってくるんですよね。自分のプライオリティはここにあるっていうことをやっぱりみんな考える時代に、考えるようなお題をウイルスから与えられているっていうふうに思ったほうがいいかな。でそうするとね、どういうふうに生きていこうかっていうことを僕もねやっぱり考えますよね。そうなっていくともっと良いコミュニティができていくかなっていう。